ここは福岡県飯塚市川津というところです。ここに何を見に来たかというと、ここに飯塚のホワイトハウスと言われる物件があるんですね。で、これも糸田町の郊外城と同じくですね、郊外利権で作られた物件ということなんですね。で、まあ、松岡福利という人物のものなんですけども、その人物はね、飯塚の第二の市長と言われて、まあ、まずその、郊外の利権に食い込んだ。一方で、それだけじゃないんですね。利権に食い込んだというだけではなくて、なんというのか、まあ、飯塚の第二の市長と言われて、それで、まあ、建設会社を作ってですね、で、他にもちょっと怪しげな入札、なんか消防署を、ちょっとね、最低落札価格の20万円上とかね、そういうギリギリの値段で落札したりとかね、怪しいことがいっぱいあって、まあ、聞いた話ですよ、ような話ですよね、第二の市長。そういうのって今でもね、最近でもちょくちょくいるんですけど、ドア事業とか全盛期の頃はもう今の日じゃなかったと思いますね、その利権の大きさっていうのは。で、これは解放同盟じゃなくて同和会があるんですね。全日本同和会の飯塚支部長という肩書きを持っていて、他にもなんかいろんな肩書きを持ってたそうです。なんかエセ同和みたいな、そういういろんな肩書きを駆使して、それでまあいろんな利権に食い込んでいったと。まあ、建物に罪はないんですけども、その今でもね、コロナ関係の対策でこう人の善意を食い潰していく反社の方々っていうのがやっぱ今でもいるんですけども、まあ、そういうことはまあいつの時代でも起こるっていうことのね、反省として、こういう物件というものについてね、歴史的遺産として考えていくのはすごく意義のあることだと思います。